あれコメント出せない、あ、こっちか、あ、いた。なんすい、こんばんざい、こんばんざい、こうこうちゃん、こんばんざい。ビー玉さん、こんばんざい、しんご君、こんばんざい、ありがとうございます。し、サラメイです。リップを塗ります。明日はよろしくね、こちらこそ。これは。 赤色のリップもはや赤しか持っていないおつめいちゃん今日のめいちゃんのメイクよきえ思うのそう今日めっちゃめちゃうまくいった両目の大きさがちょっと似てないいつもこっちが狭いんだけど両目の大きさが似てるの優勝届いたよありがとう DM 見た こんばんざいこんばんざいブロマイド楽しみにしててあとチキもね撮ってくれてありがとう真っ赤かわいいそう真っ赤浩平こんばんざいこんばんざいたどり着いたかい今日は無事に迷子になってないなんか今日オンライン楽一楽座があったじゃないですか昼から。 そういえばメイたち昨日演習行ってたんやなって思いました <laughs> 今日はこんな格好ですラインゲット僕はひ先に君の気持ち今すぐ手に入れようかヘイチさんこんばんは、ね、いメイちゃんメイちゃんね？<laughs> 今日はありがとう俺が顔を出さない方がくじ運がいいんじゃないいやそんなことないぞ 今日はたまたまかななんか A が半分、うん、あと残りが半分って感じでもやっぱ一番 A が多かったです <laughs> めっちゃいい衣装を弾きやすいんでねやギちゃんこんばんぜいこんばんぜいピョコピョコみちウイさんこんばんぜいブロマイドありがとうみーちゃんラブありがとう大切にしてね三種類違うのを入れておきましたおかげさまでバッチリですありがとうございましたよかった <laughs> よかった え今日はメイクめっちゃ良かったのそうくじが引けなかった悔しさを代々木にぶつけました <laughs> ありがとう、ね、に来てくれてびっくりしたステージ変わってたらおるやんって思ってびっくりしためっちゃ嬉しかったありがとう、うん、今日は結構パフォーマンス自体は個人的にすごいなんやろう。うん、うまくいったっていうよりかは良かった日 早くコンプするとは二種類、そう、二種類。二種類コンプだったから、同じの入れないように、もう一個入れておきました。違うブロマイドポンと。初めて五分、五分枠よろしくね。ということで、明日トークポーテ三原十時から参加します。前回十一時だったんですけど、今回は十時から。あ、こっちがやります。 声か彼そして何よりザンス感動でした久々にザンスを踊った気がしたテンション愛で踊りましょうなんてとてもえるコーヒーの予感小さ生かけて旅をしたあカズキくんやっーやっほー <laughs> もう一個高くしよう須クリニック金髪メッシュ好きめっちゃすごいよね髪の毛の色もなんかもう異次元みたいな色になってる今日髪の毛超サラサラだったなんかいいサラサラ加減って金メッシュに戻そうかなすっごい細かいメッシュなんですよだからなんかなんか自分の髪の毛が何色なんだろうって思い始めたら分かんなくなった 明日はたくさんトークポートあるみたいだから今週はお休みしてもいいかなたくさんどういうこと枠が喋る人がえまだ全然埋まってないですよサーラなのでもしよかったら皆さんお電話してくださいそういえば名古屋でと前髪を切りましたなのでちょっと前髪が短くなっております前髪切ったんですよちょっとだけねちょっとだけだよ 帰り際に大事な電話がかかってきてしん電車に乗れず新宿から歩いてます <laughs> いつもなんか終電逃してるイメージなんだけど <laughs> 大丈夫メイちゃんの配信だけをエネルギーに頑張れー頑張って歩くんだー <laughs> 白髪より金メシの方が映えたから戻れない、ね、白ってさすぐさあれやんあれになるからさ嫌よねわかるそこはしてって言わないんだねしてしてって思ってるから言う してほしいなって。天のジャグラーでね、着てほしいな。え今日のメイクマジで上手くいった気がするんですよ。どうですか。意外とそうでもない。分かんないけど。明日は朝早いんです。六時半ぐらいには起きなきゃいけない。これを言うと普通だよって言われるじゃないですか。でもね六時半に家を出るってなかなかなんですよ。 私たちかららしたら私な、ね、なんかななんだろう早いよねめちゃめちゃ普段昼過ぎにはでお家を出ることが多いからはい可愛い,いです可愛い,いですうんうんうん6時半って早すぎだねめっちゃ早いなって思ってるお大丈夫かな みんなって言うからよそよそし,しいなよしぽお電話待ってるよ待ってるよ早起きね早起き明日めちゃめちゃ明日着る洋服まで決めちゃって明日雨だっけ最悪最悪12月2日に日テが合えばバンデージャパンに行くかもおお待ってるよこゆりちゃん <laughs> 待ってる <laughs>

全然綺麗やんって思ったもう楽屋で突っ込んだめっちゃ綺麗やんってし入れしても大大丈丈夫夫だよチェキは大丈夫でよーん基本的には食べ物が NG なんですよあのデブだからって太るから NG って言われてるんですけど誕生日のケーキとか OK だしなんかお土産とかでくださる方もいらっしゃるのでなんか運営さんに言ったら OK 的なところがある。 あとはなんか高価すぎなければ大丈夫ですめちゃめちゃ高いものはなんか申し訳なくなっちゃうからさそれ以外は基本的に OK ですさっき渡せばよかったうわさっきもらえばよかった次待ってるね <laughs> ちゃんとヤッホーから始めたねえらい <laughs> 明日電話楽しみにしてるね うん明日は早いのでだから早いなって思いながら朝起きると思います起きれるかな起きれなかったらどうしよう起きれない気がする助けてくださいピヤン !6 時ってやばいよね最近下のマスカラもなんやろ塗ってるんですよ下。 一番最後にした一番最後にしたねありがとう最後を締めくくってくれるの嬉しい「ヤッホーたいってなんか「ヤッホー」って言ってたんですけどなんかいつもメールの最初の言葉が思いつかなくて何がいいだろうと思ってなんかいろいろ打ってるうちに「ヤッホーたいってなんか「ヤッホーたいって感じ <laughs> 勝手に生み出した言葉でなんか ヤッホーって言って多分なんかミスかなんかして「タイ」って言ってて、まあ、これでいいやんと思ってもうずっと一緒ですメールの最初「ヤッホー対安原メイです一番最高がアリュウ」もうメールのそれがずっとそれになってますそれしか言ってないねそう意味ない言葉全然「今晩代からすら始めないメール」っていうこのここからメイクを濃くするにはどうしたらいいんだろう <laughs> 今日はうんと「夕にでライブをしたんですけど楽しかったすごい。でもなんか楽しいだけじゃダメだからもっといろんな人に安原をおことを好きになってもらえるように頑張っていかないといけないなって改めて思ったライブでした。頑張らなければ なんであやちゃん S ショを当ててくれたんだろうね一番最初に弾いてたよ一番最初に S 当ててたびっくりしたもんみんな「えー!」ってなってたからみんなびっくりしてたびっくりボンバーイェーって感じ超びっくりだったよほんとにまさかまさかの S ショここでここにて S ショというびっくりだね 暗示をかけたから伝わったのか伝わったのかなって。メイタンに話を聞いてもらいなって平野さんに言われた。あ、じゃあ明日の五分枠で。いろいろ聞くよ。前半二曲いなくて謎にヒヤヒヤ。そう、なんか今日後半三曲だったの。だからなんか前半二曲ずっと。楽屋で踊ってた。みんなに見えないところで一生懸命 SE とか踊ってた。 あとあの映像がモニターがあったんで楽屋じゃなくて1個前にそれをあの見たりしてましたメンバーを見るうん <laughs> 今日こっち側にね下手上手側みんなから見て右手側になんか巨大な扇風機があってよそ <laughs> やら今日珍しく右側を編み込みしたんですよいつも左を編み込むのに で、ずっと今日扇風機の風がこっちをこうこう怒りの時に一番端っこだったんですけど一番のサビがねもうずっと扇風機で髪の毛がこうなのもうずっともうずっとこうやって髪の毛がこう扇風機によってやられててあっちゃーって思いましたちょっといつもと違う方を編み込んでみたらまさかまさかのちょっとしなんかああってなったってい「愛ちゃんラブ」ってね「愛ちゃんラブ」の間違いでしょ 恥ずかしすぎる扇風機そうでっかい扇風機もうこれぐらいの扇風機なんだけどそれがずっと自分の左側から吹いてて髪の毛がマジで邪魔で邪魔でしょうがなかったのとちゃんこんばんはこんばんはえ急 <laughs> 端末のじっくんあじっくんやこんばんでこんばんい端末変えたん 暗示がかかりやすいんだろうね。<laughs> 催眠術してみたい。え、さあ、ラム、暗示かかりやすいかな。催眠術かかってみたいんだよね。なんか。催眠術をかけられたら、自分は。どうなっちゃうんだろうっていう。なんか、こう。なんやろう。んと。どうなるんだろう。っていう。探求心がある。 なんか読売ランドじゃなくてマザー牧場のバンジージャンパー飛んだことあるんですけど番組の企画でね飛べたんですよでもなんか 100m ぐらいのバンジージャンパーは絶対飛べる気がしないんですけどそれでもこう暗示をかけられたらその何なんだっけ魔法じゃなくてアサリミンツをかけられて そんなの怖くないよって催眠術をかけられたら飛べちゃうのかっていうこうなんかちょっと気になるメイちゃんを暗示かけられるといいんだけど多分無理かも無理か <laughs> 無理なのかもしれない声かけの時の険しさとジャンピンでのピースウインクで今日も無事に高低差で戻えましたキュンキュンキュンですです何したのキュンです 素直な気持ちの持ち主は暗示がかかりやすいみたいああじゃあ素直じゃないから無理かもしれん結構なんだろう物事をあまり素直に見られない体性不覚なので 100m のバンジョは自分の足と飛び降りるのはなかなかあれですよ体験絶対やばいと思うでもだってずっと落ちてるわけやん死ぬのと一緒やよねなんか自分が変われそうだけどでもなんか 自分の心臓がが持つ気がしないないんかそれを行った時にわかるなんか自分の心臓があの悲鳴を上げて死んじゃうんじゃないかってちょっと思って普段の端末充電切れたあちゃっぱあちゃっぱよっちさんこんばんゃいこんばんゃいこんなにラブを送っているのにダメですねみんなからのラブは受け取ってるのちゃんとでも自分にあんまり自信を持ってないタイプなので なんかこうなんやろう。うん。そういう面ではあれなのかもね。元気ないけど気にしないでね。どうしたの？元気出して、石川にも昔バンジーがあったのを思い出した。本当に知らないな。どこだろう。どこら辺？どこら辺にありました？ 絶叫大好きな私が二度とやりたくないと思いましたう <laughs> 絶叫好きな人でさ嫌なのきついななんか年々ダメになってく絶叫系何なんだろうあれえっ、ー、手取りフィッシュランドあったんや知らんかったわえなんかジェットコースターがもろすぎてめちゃめちゃ怖いって印象しかないあとお化け屋敷で怖すぎて走ったら壁に一気に激突して 大泣きしながら出たっていうことぐらいうっぴっすずはってんよんすずはってんよんああなるほどね悲しいことが続いたのねそれはあれだしょうがないだからメイのねこう元気とかを与えられたらいいなと思いますメイちゃんにあえん分もうひ人のわしに元気をもらってきたよを長野のアイドルさんかな いつか会おうね、めいちゃんと一緒やったら、一緒に落ちたい、本当。落ちてくれる、一緒に、ボーンって。でも、めいの心臓止まるかもしれんから。あの、エイディ一緒に持ってこいって、落ちても、でもいい。<laughs> ジェンディこんばんは、こんばんは、ね、まる、ね。お化け屋敷はスキップでいける、無理無理、お化け嫌い。なんかドキッてした、嘘。キュンです。<laughs> キュンですにハマってる。最近というか、ずっと。 古いって言わないで、ね、ちょっと言わない <laughs> 古いって言わないで。きゅんです。通り越してどきゅんです。ずっきゅんです。古い,古いかな、やっぱ。<え>古いって言わんといて。今、いし、必死に頑張って、これ生きてるんだから。今を必死に生きてるんだよ。<laughs> めいちゃんと会って元気をもらいたい。いや、本当に会いに行きたいんですけど。マジで。 かわい,いありがとうこの前メイの名刺をもらうのう忘れたので今度了解ですパフパフ空中で電気消服はもはや曲芸カスタント確かにだから担いでヘイチさんがで一緒に落ちよう GTR さんこんばんぜこんばんぜ体幹トレーニング終了さて今日から徐々に BJ ブランズを乗せていきます <laughs> えー、めっちゃ楽しみそれ本当にメイちゃんごめん一緒に落ちられない落ちられない嘘でしょ

どっちか,うなん,かなんて言、うん、ういう薬味っぽい感じのカラーさそ,ううそんなもん使わなくても君の鼓動なら俺が守る本当でも多分マジでね 100m の何 ?100m のバンジージャンプを飛んだら死ぬ自信がある名刺が先に欲しいいやライブの時にねお配りしてるんだけど。 あげられたらいいんだけどな頑張って長野まで飛ばしてみようかなほ <laughs> 本当いつかね長野でライブしたいですねマジで,マジでマジでマジでおプレスジュース飲むんですかえ飲むのよ名刺とはなんか名刺をお配りしてるんですけど最近遠征とかは渡したりしてるんですけどこういうのがあるんですよ フライ私って種みたんですけどかコロナになってから名刺を渡せなくなっちゃってだから最近またっていう感じケイチさんも今度あげるねこれ江沢ラ美って書いてあるキャベツ切ってる音かと思ったキャベツは切ってないです何フレーク食べてるコンフレーク俺が生きてるうちに頼みますよ OK ーーおけみちゃん 来年はね、長野行きたいね。めいたん、めいたん。何それ欲しい次あげるね。こないだリマとアユの名刺をもらった。おいいね、いいね。みんなのコンプしてくれ。生きてるうちにあげるよ。生きてるうちに会おうな。めいちゃんの名刺持ち歩いてた。えー、最高かよ。<laughs> カバンもするやし。めっちゃ最高じゃん。過労死しちゃうかも。 だめだよ元気にいてずっと過労死する職場なんてろくな会社じゃないからやめたほうがいいよいやマジマジどれだけ仕事が好きでも過労死しちゃうレベルなんだったらもう、ね、やるあれはないと仕事で命を通すなんてねほんとよくない,いやなんかその人が悪いとかじゃなくて労働環境が悪い めっちゃガチな話をするピーマンお疲れ様お疲れ様さまさん3つはおめでとう <laughs> あれ3つだっけ忘れちゃったけどめちゃめちゃくじ引き聞てたおめゆうきちゃんやほーイエーイ全員とご挨拶回りを考えてるけどあと何日かかるのかしら王ットアイドルいやほんとよ20何人で活動してて今日全員写真見たら多すぎて笑ったもんなんかおおって思った MC の時からいつも多いなって思いながらいつもサイドを見渡してるなんかサイドにどっち見ても多いからめちゃくちゃびっくりする責任者としてやらなきゃならないのででも死ぬまではやらなくていいよ無理せず頑張ってね頑張るって言葉目あんま好きじゃないけど頑張って頑張る以外にはお目につかないから応援してます D3 だと思ってたらんか一つ C あ C1D3 かなんかそのんか虫歯みたいな言い方特典 <laughs> 頑張ってね作って送るので待っててください今日は秋服でしたトレーナーがな今年は今年はトレーナーで生きていこうかなと思いますジェンディさん「たまちゃんなんで知ってるの?」って結構言われるねびっくりした 一家が20人以上やったらすごい家族そうめちゃめちゃすごい家族だけど万歳一家はね7人なんだメイちゃんってさ言葉選びを勉強してるのかしらえ何も勉強してない語彙力全然ないもんボキャブラリーのさすぎてしゃべるときいつもなんかねおし言いたい言葉の当てはまる言語が出てこなくていやほんとに語彙が不足してるなっていつも思う「囲み昨日届いた」うわよかったーハウスかな やったね、一緒にディズニー行きたいね20人も写っている囲みはお得だなって言い聞かせてたほんとそうお得よめちゃめちゃだって合わせてみ囲みが4つ当たったんでしょ言うて80人だからねすごいよそれ優しい言葉をかけてもらえて涙が溢れそうだよありがとういやほんとに自分の体が第一だからマジでこればかりはほんとに。 気をつけてね。マジで好きなように生きた方がいいよ。人生長く思えて意外と短いんだから。何歳？え？何歳ですか？誰<れ>？百五歳ぐらい,い,い。二十歳。じゃよ。二十五歳。うん。マイナス五。うん。チュちゃんは二十五歳でもうちょっとで二十六歳だけど、め目は二十歳。二十歳。二十歳。いやでももう。 命落とすぐらい仕事にかける意味わからんくないえなんか事故とかならしょうがないよ、うん、過労死で分かるよ目も働きたくないもんあこれ今やりたい仕事してるからいいけどジムとかになったらマジ無理や無理無理えだから過労死するぐらいの会社なんてろくな人いないんだから上に無駄無駄100年生きられるかわかんない人生なんだからさ 好きなようううににていこ会ったそうなのへえボキャブラリーというよりメイちゃんのファンに対する姿勢う達観してるとはよく言われるこの2日無理してますがごめんなさいいや謝らなくていいのよメイに全然自分が思い描いてる未来なんだったら別にいいと思うし何かを達成するためにそれを成し遂げてるんだったら何も言わないけどそうでもないんだったら、あのー、早急に見切りをつけて自分のために生きるのがいいと思う 何歳なのっていう達観した発言が多いって言われた<ん>やっぱねジュリアちゃん今コンフレック食べて必死だからヨーグルトとコンフレック食べて今からきっとプレスジュース飲んでくれるんだよ <laughs> スタッフでしょ <laughs> あげるよ目いらないほらアレルギー出ちゃう目くしゃみ出ちゃうから大丈夫です、うん、だって血の匂いすんねもん血じゃないこれえってるえって鉄の匂いが強いから血なんだよきっと ナイスツッコミなんでやねん <laughs> ギャップが激しい本当 <laughs> 上の方なのでまあね責任とかがあるからそう簡単に人の人生には何も言えないけどまあ、だからこそねそういう中で応援してる中で江沢ラとかバン n ジャパンを見て少しでもなんか楽しいとか幸せだと思ってもらえたらいいなって思いながら活動してます。 みんなの人生も限りあるけど、実際安原も生きてるからさ、安原の人生にも限りがあるわけで。だから頑張ってね、この限りある時間の中でね、なるべく多くの方にね、こう、好きになってもらいたいし、こう、なんだろう。まあ、不器用ですけども。って思いますよ。めいちゃん、お疲れ様です。寿司、寿司。寿司は、最近、サーモンが寿司。 どれだけ苦労してきたんだろうかと思いを馳せてしまうメイちゃんがねどうなんだろう苦労してんのな特にいいよね苦労してるジュリアうん,ん,なんかえジュリアもそうだけどメイとかさ苦労してるかって言われたらそうでもなくないんなんかさ今思ったら過酷だったなだけど<ん>当時生きてる方からして意外と面白がってすんのよんね永遠に 今でさえ今だから言えるそのジュリアたちの代と仲が悪かった時代とかもあの当時思えば何なんだったんだろうとか思うけど今思ったらちょっと面白いみたいな結局笑いに変換ででできてればねね何とでもなるんですよねまあ長い目で見たあの期間は良かったのではとか思うしね。 苦労してるかしてないかって言われたらしてるのかもしれないけどみんなもしてるでしょ一緒一緒食事が違うだけでみんなも絶対に何かしら苦労してたりとか辛いこととか絶対あるからそんなのメイだけじゃないしだからそう思えば意外とそうでもないっすよ配信見てて楽しいよいつもほんとに ?GTR さんラーメンのことばっか考えてちゃダメだよおすすめのラーメンは何ですか豚骨 豚骨以外でおすすめある豚骨食べられないんだあすみすみやッホー安原おお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 お カキ食べたいあとこの時期冬になるとね白子ポン酢が出てくるんです白子ポン酢が食べたい私はとても「バンズイ・ジャパン」を知って心を打たれて今に至る逆にありがとうと言っていいですいやこちらこそ出会ってくれてありがとう仲が悪かったんですか想像ができない仲が悪いというか喧嘩してるとかじゃなくてもう単純にすれ違いとか会話不足なんだけど今思えばでもやっぱ難しいからね メイだってまだ二十歳とかそれぐらいの時まだ人間じゃなかった時代だからさ他人の気持ちが分かんなかったんだよね全力ででもその時メイさんはうんジュリアをしてたそうだよ昔ジュリアをしてたの今は別にそうだけどうん うう <laughs> そんなジュリアのお母さんメイのこと好きって言ってくれてますなんでなんだろうジュリアのお兄ちゃんもメイのこと好きって言ってくれてさチキ取撮ったことあるんですけどマジでねかっこいいよね顔ジュリアってそっくり顔似てる似てるよねお兄ちゃんだからジュリアが男層したら似合うと思うんですよ一回やってみてよやってみたい。でもあの動いちゃダメ あの動画と,あのとどその間にとどまる動画と写真ならいいよ <laughs> あのそれであのライブとかやったら多分こけちゃうからあ,のあとあの足が女の子だからねうーんかやからだからでもやってほしい「煮干しの効いた魚介あ食べたい!」「魚介好きめちゃめちゃ」 人間じゃなかった。そうよく人間じゃなかった。ななんでその顔してるの？うちらには別によくない。待って顔長。もう一回やって？もう一変って？ほら顔長くない？伸びるね。エムレちゃんやってたの？ちゃんと。ない。やってないよ絶対。頑張で絶対やってないでしょ。メイちゃんと出会えてよかったよかった。ありがとう。突っ張ってたよ。突っ張る言葉をどこの お疲れ様でした。はい、おさまつ様でした。ジェイちゃんのお兄ちゃんテキシーって。誰？<laughs> ヘイチさん。お。お。やるか。<laughs> うジうリアがやるか。<laughs> やるか。やるか。ないその顔。<laughs> <laughs> あいちゃん本当に変顔しばくりやで最近。やべ。顔の表情筋柔らかいんじゃない。<laughs> 学生の時はそんな仲良くなかったけど成人式で再会して「お久しぶり」ってなる感じいやなんかいや難しいんですよ絶対に同級生とか学校が一緒やったら仲良くならない人たちが集まってるから余計に最初はやっぱ難しかったんでしょうね「バンザイジャパン」にも「スキッピー」にも「メイちゃん」にも会えてよかったって思ってるよ「心の保健室」またおいで。 来てよほんとに鈴葉ちゃんいやわかるけどないや教えないグループ見るのマジつらいよねわかる今仲がいいんだろうね素晴らしいグループまあ仲がいいというかまあちゃんとグループになれてるなと思います変顔の練習そう <laughs> 変顔の練習少しでも気持ちが伝わってたらいいあちゃんと伝わってるよ ジュリのお兄ちゃんに回されたら回したら敵に回したらボコボコにされいやなんかすごい顔が似てるのよ<え>ヘイチさんが今度チェキ行くって<え>ヘイチさんが今度チェキ行ってくれるって<え>やるかって言ったから <laughs> いや、しなげた脅しや脅しめい <laughs> ちゃん先生ですめいちゃん先生泣かないで あ、その暗示ジバかけてほしい長野に行きたい、会いたいねいたうん,ん長野う,うん今年がイレギュラーやったよね、ちょうどうちょうどコロナっていうしかもなんかコロナが流行…ってか、もう今よりもコロナに対して 日本全国世界がシビアだった時代に長野があったからなくなっちゃったんだよね全力で謝ってるのに挑発しないでって <laughs> Let's fight っつってカーンって鳴らそうどっちが勝てるのかみたいな「いざっていうこの「いさ」っていう感じにしましょう <laughs> でも本当にね日本全国みんなの近いところに行きたいですけどね頑張ってまあそれよりも何よりもやっぱりもっと s r 推しを増やしていかなければならぬなと思いますしやっぱ見られてなんぼの世界ではあるからね来れない方のね理由とかも全然理解してるからなんかいけないことに対して負い目を感じてほしくはないしだけどやっぱステージに立つ人としてやっぱ いろんな方がもっとエサールに会いたいなとかこう実際に足を訪れてくれたりとかそういう活何だろう,うーんそういう行動に移せるぐらい好きになってもらえるような人にならないといけないしなんかそれは今好きでいてくれる人が来れないからとかじゃなくてもっとエサールが頑張ってもっとそういう人をいっぱい増やしていけるように頑張りたいなと思いますマジで。 1>, 1回目の暗示をかけたら次は2回目2回目いきましょう100負けるでしょうその戦そして悪い顔 <laughs> 楽しいことは好きだからね <laughs> まあ明日はトークポットがありますんで是非トークポットしてください待ってるよ明日はおやすみおやすみいいね おしめにあ推しメってなんぼなのは分かるのでつらいそう会えないつらさも私ももともと石川出身で好きなアーティストさんとかに会うのむっちゃ難しかったし行けない人の気持ちって多分すごい分かるんですよ分かる方やと思うんですよ明日に解くことも予約できるよ前と一緒なところから飛べるしまだちょっとツイートしてないんですけど 後であげとでげきますねそうだからすごい分かる方なのでなんかその会えないことに対してより負い目を感じて欲しくはないなってマジで思うから会えないことを自分で責めないではほしいけどかそういう人でさえもこう会いたいってめちゃめちゃ思ってくれてるだけでやさら幸せやし、まあ、その分ねこうネットとかでこう応援してくださったりもしてるししてくださってるのも知ってるからいいんだけど。 それよりも何よりももっと安原めい推しをね増やしてもっといろんな人に好きになってもらえたらいいなと本当に思いますすごく。めいちゃん推しがね少ないからもっと増やしていかないと。やっぱこの今後ね生きていくとしてバンズジ,ジャパンも大きくなってきてその中で安原めいが生きていくにはもっと安原めい推しというものを増やしていかなければならんと思うので すごいシビアな話をしてる気がするけどまあでもこれがねこうしょ、うん、生きていく上でエサーラメイが生きていく上で必要なことやしバンージャパンが大きくなるにも必要なことやから江沢はもっとバンージャパンが大きくなりたいなって思うから頑張りたいです常にね上を目指さないとね 大事なところで噛みましたね上を目指せないとねダメですね目指すっていう言葉が難しい口が回らない <laughs> 少ないそうなんですか少ないと思うしでもなんかこれが何万とかになったところで多いと思える日は来ないんじゃないかなって思うパフォーマンスと一緒自分のパフォーマンスがめちゃめちゃ上手って思う日なんて多分一生来ないのと一緒で常に現状には満足してないから だしもっとなんかねグループとして必要的な存在になるにはもっと自分を資産を増やしていかないといけないなって特になんか安原推しさんって結構なんかこのコロナにで結構来れなくなってた人とかが多いんですよだからそんな時になんかその今まで好きだった人たちに好きでいてくださった人たちにこう頼りがちやったかなとかめちゃめちゃ思うからなんかもっと そ,れも,そうやしもっと何か安原めいおしが増えたらいいなって思ういますめちゃめちゃだからもっと頑張らんのしなんかいろんな理由で離れていっちゃう人もいると思うけど安原、まあ、メいとして死ぬ時にいろんな人が言ってくれたらいいなって思います死ぬっていうのはあれですけど芸能人の安原メいが死ぬ時 終わる時にですねそう言われるとなおさら会いたい気持ちが増つそう会いたい会いたいって思ってくれるのがめちゃめちゃ嬉しいのでメンバーそれぞれが推しを増やそうと思う気持ちを持たないとそうだからもっと頑張らないとなと思いますコロナそうコロナあもっともっとビジュアルが グループの中で引いてってるわけでもないのでまあだからそこ諦めずにもっと自分磨きも頑張りつつ自分にとっての強みそれこそパフォーマンスとかそういうところでもっと頑張りたいなって思いますすごく編み込みが終わっているマジくそ編み込みしてた今ずっと三つ編みとか髪のの毛触るのがね好きなんですよね癖自分の癖は何ですかって聞かれたら「髪の毛を触ること」って言います。 なんか、落ち着くんよねめちゃめちゃ不安定なわけではないけどなんか癖ですもうちっちゃい頃から小学校ぐらいからずっと言われてた「めいかってめっちゃ言われてたけど治んなかったです編み込みが変わってるマーシックコロナのきっかけでめいちゃんにたどり着いたオタクこと私ですのでそうだからこれをきっかけに知ってくださった方もやっぱりいてそれはすごい嬉しいなって思ったし だからこそ今こうようやく会いに行けるような期間にはなってきてるからやっぱその中でこうあ会いに来てくださる方も増やしていきたいしこうやってね遠くから遠方の方のファンの方も増やしていきたいしっていう、まあ、言うたらもっと愛されたいといととうことですよたくさんの方にね大きな存在になりたいから。 やっぱそれによって歌わりとかも変わると思うし直接的に言ったらポジションとかもいい場所に立てるかとか変わってくるから曲数出演の曲数とかもだって左右されてくるからバン n イジャパンは特に全員が全部出れるわけなではないグループだからこそもっと頑張りたいなと思ってます。ちゃんさえ 俺ででければ頼っっててほししいななきる範囲よそうとかみんなもね是非拡散したりとかこういうアイドルいるんだよってこういろんな人に言ってくれたら嬉しいなって思いますジャンボさんこんばんはいこんばんはいコロナがあったからめいちゃんたちバンドジャパンにの,りめりこんのめり込んだ部分はめちゃくちゃある本当に嬉しい <laughs> だからねもっとこれから頑張ろうと思いました めいちゃんかららリップ編をもらうと励みになるよこの場を借りりてありがとうとう言いたいたですなかなかリップ編しない人ですけども <laughs> いつもリップをくれてありがとうまた気まぐれですけど返していくのでメ <laughs> イちゃんのいないバンドジャパンを初めて見てメイ <laughs> ちゃんがいないことを実感しました東京組が悪いとかじゃなくてメイ <laughs> ちゃんがいないと俺こちに伝わってきちゃうやっぱねそう言ってくれる人がいるだけですごい救われるだからイスラエルの その目標というかは常にバンジー・ジャパンにとって必要不可欠な人になるっていうのが餌洗いにとっての,あの目標やからその,の目標を達成するにはやっぱどのステージを見てもどの曲を見てもめいちゃんがいたらいいよねとかここのパートはめいちゃんが歌ってくれたら好きなんだとか。 少しでもエサーラーの存在が刻み込まれてたらいいなと思うのよ。だからそういう言葉は嬉しいですね。配信の多かった時期でファンの方増えたんじゃないかな。どうだろうどうですか <laughs> エサーラーメイという存在は別格であり唯一無二なんだと思いました。もっと唯一無二になるになれるように頑張ります。頑張るから見ててね <laughs> <laughs> コロナ禍をでコロナを恨むけどコロナのおかげでバンドジャパンのことをもっと知ってメイちゃんに出会えてうれしいありがとう出会ってくれて主現場のグループはオンラインとか全くなかったからバンドジャパンのショールームとか配信が支えだったうええほんとになんか少しでも楽しんでもらいたいっていう気持ちで47とかもやってたからそういうコメントがあるのは嬉しいな これはなんかもうメイだけじゃなくてバンドジャパンのメンバーみんな喜ぶコメントだと思うだからもっとメイちゃん推しがね増えたらメイちゃんコールが大きくなるのかなって想像するとニヤ,キヤニヤニヤしちゃうのでそうなるように頑張るのでみんなも「安ラメイちゃんっていう子がいるんだよ」って大して可愛くもないしすごい不器用で伝えれたね。 大変な子だけど頑張ってるんだよ。っていろんな人にこう広めてほしいです。申し訳ないのですが、めいちゃんのパフォーマンスが基準になってる。はい、本当に嬉しい。オタクの友達に最近めいちゃんばっかりだねって言われた。もうそう。このままのずちゃんをね。めいちゃんの馬に落としてね。こうしっかりと。あの保護しようと思って。<laughs> 個人的にはメイちゃんがへへへって呟くのが好き。そう、へへへってよく呟いちゃう。はははとか、へへへとか。<laughs> それは良くない視点だとは理解していますなので、もっと皆さん見れるようになりたいそう、でもメイバンジージャパン好きやから、もっといろんな子がいるんだよっていうのもこう、アピールしていけたらいいなと思います。少ないなんて信じられない。でもこれが現実なんだ。<laughs> 頑張らないといけないマジ コロナ期間も仕事の励みになったし楽しく過ごせたのはバンザイジャパンのおかげだわねあじゃあなんかたこやぎが結構ヨギちゃんがねえろいっぱい来てくれるようになったしいっぱい配信とかも来てくれるようになったなーって思います <laughs> メいちゃんを知れば押したくなると思うそう本当にもっと押してもらえるように頑張るわ真面目ゆえなとこがあるので頑張りますあんまり こうなんだろう甘い言葉とかはかけられませんが感謝だけはしっかり伝えていこうと思ってますのでよろしくお願いしますメイちゃんぬまに使かっているお風呂みたいザブーンもっとねもう出られないぐらいにねこう、まあのぞっちゃんをしっかりとこうやって掴んでね <laughs> ホラーみたい <laughs> メイちゃんかわいいよありがとう 頑張れもっと自分磨きメイクも勉強します今日の目今日の目はこんな感じ。 今日もラメラメメちょっと控えめだけど私しか脳がないんだけどアイドルを見る目だけは自信がありますお嬉しいじゃんそんな人に好きになってもらえてうれぴめいちゃんの間にはまだハマっていないかな頑張ってハメちゃうぞバンデーハウスがさらに好きになった期間バンデーハウスもいろいろと試行錯誤してたので、ね、んかこうバンデーハウス好きだよとか なんかバンザイハウスのこうがきっかけでチェキとか撮ってくれる人とかも増えたしそれはすごい嬉しいかメインのファンの人とかが「バンザイハウスがいいな」とか言ってくれるとめちゃくちゃ嬉しい吸い込まれるような瞳明日も頑張ってこのメイクを維持できるように頑張らねば夢の中にメイちゃんが現れないんだよね愛ちゃんは現れてびっくり それは何と言っていいのかわからんごめん <laughs> 出られるようにちょっと脳内のメイちゃんにと言っといてつり目なので少しきつくなると思ったのに優しい目はしてますねそうめっちゃつり目なんですよこれでもねはね上げはやめた方強い目をしてますねきついと思う だから怖がられるんですよねはハウスがなかったら歩ちゃん取らんかったなほんとそう言ってくれるならハウスこういっぱいやってよかったなって思う優し私顔面が強いなんかそのビジュアルが強いとかじゃなくて顔面の圧が強いから目とかめっちゃ強いって言われるから。 好きはめいちゃんんが勝ってるんだけけどね負けないぞつのこは負けないように頑張るぞ推しメン全工程で言いますいつも突っ込んじゃうけどそれが正解だと思う安原は釣り目大好きほんとに嫌すぎて一時期垂れ目にしてたのこうやってメイクそしたらあまりにも眠そうすぎてやめた超眠そうって思ってウケる眠そうすぎないそれって思って眠そうスイートって感じ 思いい出ずっとずっっっとと飽きられないって感じ <laughs> どういうことっていうねそんな感じかな明日はトークポッドやから20時半までには配信すると思いますこちらのルームトークポッドも是非お待ちしておるよ 俺もフラフラしないでメイちゃんもっと見ないとダメかもねそうだよもうずっと見てほしいおしめの褒め褒めボットですようヘイチは本当にじゃあこれからもいっぱい褒め褒めしてくださいそれを糧に安原は甘んじずね糧にしてもっと頑張っていきたいなと思いますということでじゃあ今日はそろそろ終わりたいと思います明日早いからね寝なきゃお風呂入らなきゃいけないから また、ちょっと配信も頑張るので、よろしくお願いします。突っ込んでもらえるまでが流れなので、これからもお願いします。任せろー甘やかしてんじゃねえよー <laughs> ただたださん、おやすみ、おやすみもうちょっと頑張って、バンズイジャパンの SR メイトして生きていこうと思うので、今後も応援の方、よろしくお願いします。不器用ですけど、お願いします。ビーナマさんは、つみちゃん、おやすみちゃん !GTR さんも、つみちゃん、ありがとう 明日頑張ります。おやすみちゃん、ヘイチさんおやすみ。よし、パー、おつめい、めいラブ、n ンキュー、ラブ。おいしい、おつめいちゃんおやすみ、おやすみ。ヘイチさん、頑張って歩いてね。気をつけて。寒いから、風邪ひかんといてね。おやすみ、のどちゃん。おつめい、ちゃんさんおつめいです。バイバーイ。メイちゃんおやすみ、おやすみ、バイバーイ。 大好きありがとうメモ好きだよおやすみひぃ、えー、おやすみっすー明日ね明日ねバイバーイうん。